フィリピンの神話上の生き物、フィリピンの神話上の生き物、フィリピンの神話上の生き物、フィリピンミスクルクリチャースでは、フィリピンの神話や伝説で語られる、超自然的な存在について解説する。フィリピンの伝承は、ギリシアやローマの神話と違って、秩序だったパンテオンに組織されることもなければ、一般に、長編の叙事詩も持っておらず、そして、 歴史の領域に属しているものでもない。フィリピンの神話は、田舎のフィリピン人たちの生活において、未だ生きた役割を演じている。フィリピン中の田園地帯に広まっている、無数の神話は、様々な種類の神話上の生き物を伝えている。これらの生き物に関する、科学的根拠はないが、フィリピンの田舎で、その存在を固く信じる人々が不足するということも、またない。 この矛盾は時に純粋で善良な人間だけがこうした生き物を見ることができるのだという説明で合理化される。伝統的に人々は彼らの周囲の世界を説明するために神話を創造してきた。科学と実証主義の時代の前に神話と伝説は自然現象を解釈するため宇宙の本質を説明するため、 そして存在の目的を解明するために超自然を引き合いに出すことで人類に奉仕してきた。フィリピン神話も異なりはしない。フィリピンの伝説は、時に子供たちに言うことを聞かせるためや、病気のもとを説明するために引用される超自然的な生き物の話だけでなく、フィリピン諸島の誕生誕などの幅広い物語を含んでいる。ヒリガイノン神話、アマランヒグ。 アマランヒグと呼ばれる存在を信じている。それは、アスワン、フィリピンのヴァンパイア。攻術するの一種で、墓の中から起き上がり、人間の首を噛んで殺す。アマランヒグから逃れるためには、ジグザグ方向に走る必要がある。彼らは、その硬直した体のために、直線方向にしか進めないからだ。また、気か十分に高いステージの上に登ると彼らの射程から、離れられる。 彼らは深い水を恐れるので、湖や川に飛び込むことも効果的である。アスワン、オスウォーンは、バンパイアのフィリッピンにおける形態である。彼らは昼間は、人の姿をしているが、夜になると、怪物の姿に変身して、人間を襲って食べる。特にお産の近い妊婦を好んで襲う。アスワンは、人間の姿から川掘り、豚、 黒毛の犬などの動物の姿へ変身することができる。いくらかのアスワンは、意のままに変身することができ、他のものは、邪悪な魔術師が調合した腐敗した油を使って変身する。アスワンは、不注意な旅人や眠っている人々を餌食にするために、夜現れる。彼らには、人間の肝臓の味への独特の思考があると、言われている。アスワンの言い伝えは、ビサヤ諸島、特に、 カピス州、アンティーケ州、いろいろ州で多く見られる。アスワンはまた人間の胎児への思考を持ち、妊婦の匂いを利用して、獲物を見つけると言われる。それは、アスワンにとって売れた、ジャックフルーツのような匂いだからだ。妊婦の住む家を見つけると、アスワンは屋根に降り立ち、舌を糸のように細く伸ばして子宮に入れて、胎児を楽しむ。バトハラ、ベタラ、ジョス、ジョス、または、 アポ、アポは、フィリピン神話の創造神である。ベルナルド・カルピオ、バーンハード・カルピオは大きく、強く、そして勇敢な巨人。彼は、リサール州、モンタルバン、ゲン・ロドリゲスの洞窟の中に閉じ込められたとされている。ブギスギス、バニスンツはいつも陽気でクスクス笑っている一つ目の巨人。この、フィリピンの巨人は、バターン州の森や林に住んでいる。 幸せで陽気なキュクロープスである。ビサヤ地方では、ブドボドと呼ぶ。ディワータ、ジワタ、エンカンタだ、インコントだ、スペイン語のエンコントだから。この場合、魅惑的な女性を意味する、または、エンカンとインカンとスペイン語のエンコントから。魅力を意味するは、妖精、妊婦、女神、または、森、海、山、大地や大気といった自然の創造物を守護すると、 信じられている、魅惑的な存在である。ディワータは、アカシアやガジュマルのような大きな木に住んでいると、言われている。彼女たちは、自然の守護精霊で、森や山に良いことをする者には恵みをもたらし、悪いことをする者には呪いをかける。有名なディワータの一つは、ラグナ州のマキリンさんの守護者、マリア・マキリン、マリア・マッケリングである。エンカンとは、大抵の超自然的存在に対する、 包括的名称である。共通の意味は、彼女たちは主に森や海に住む妖精だということになる。男性の場合は、エンカンタード、女性の場合は、エンカンターだと呼ばれることもある。ズエンデ、デュエンデイは、ゴブリニアエルフ、ドワーフにあたる。スペイン語で、ゴブリニアエルフを意味する、ズエンデに由来する。この語はもともとズエンデカーサ、すなわち家の主人を語源としている。 彼らは人間に幸運も不運も与えることができる小さな生き物である。フィリピンでは彼らはしばしば家の中や木、地下、山や丘のような有塚そして田舎の地域に住んでいる。彼らは人々はどう扱うかによって善良にもなり、有害にもなると考えられている。彼らは普通正午に1時間か、あるいは夜の間に現れる。フィリピン人はいつも 彼らに迷惑をかけていることを許してもらうように頼むため、たびたびポあるいは、バリバリヤッポ、MA、カイレベスカミヤッポとつぶやく。フィリピン人はその家に住んでいる、または守っている、ドゥエンデが彼らに怒りを抱かないようにするため、よく床に食べ物を置く。エクエク、イーケックは、鳥のような人間である。彼らは夜に獲物を探す、翼のある人間で、血と肉に飢えている。 フアンタマット、ホアタモット、怠け者のフアンは、怠け者の男で、猿たちによって、土の下に埋葬された。彼の怠け者ぶりに、猿たちが彼はもう死んでいると思ったためである。彼は、世界で一番怠け者の男だと言われている。カプレ、キャプレイは、不潔な黒い巨人で、巨大なハマキを好んです。彼らは、カジュマルやフルイやアカシアや、 マンゴーなどの大木の陰に隠れているか、その上に座っている。フィリピンにおけるビッグフットで夜に遊んでいる子供たちを怖がらせる存在である。もしあなたが道に迷いまるで一箇所に足止めされてぐるぐる回っているようになったら、その状態はカプレに持て遊ばれているのだと言われる。その状態から逃れるためには T シャツを脱いで裏返しに着るとよい。マラカスとマガンダ。 マレッカス・マガンダ、強さと美を意味するは、フィリピンにおけるアダムとイブである。彼らは、マガウルというサリマノック、幸運をもたらすという魔法の鳥、口述するのつっついた大きな竹から生まれたと言われている。マンババラン、マムババラング、呼び寄せる人を意味するは、魔女で、彼女の憎む人の体に侵入させるために、虫と悪霊を使う。マンククーラム、フィリピンの魔女。 口述するの一種にあたる。彼女は通常の人間であるが犠牲者の体に虫をはびこらせて苦しめ、やがて死に至らせることのできる黒魔術を使う。マンククーラムは痛みと病をもたらすことができるのみなので、この点でマンババランとは異なる。マンババランは彼女の選んだ犠牲者の髪の毛のを霊媒となる虫に結びつける。彼女がその虫を刺すと、 その犠牲者もすぐに苦痛を受ける。マナナンガル、モナナンガールはアスワンの一種で、その上半身を下半身から切り離して飛ぶことができる。彼女は赤子や母親の子宮の中の胎児を食べる。長い舌を家の屋根の小さな穴から通して伸ばすという方法で子供たちを餌食にする。細く鋭い舌の先端を妊婦のへそに接触させて胎児の血を吸う。 この生き物の名前は、フィリピンの言葉で、分かれる、2セパレートを意味する、タングルに由来する。下半身から上半身を分離する能力があるからで、ある。マナナンガルは、村や町を訪れる、女呪術師であることもある。この体を分離する怪物は、夜の狩りの間に、下半身を残しておくための人気のない場所を選ぶ。彼女は下半身から分離した時に飛行する能力を、 それから彼女は、妊婦の住んでいる家を探しに行く。ちょうどいい犠牲者を選ぶと、その家に降り立ち下を屋根から挿入する。その下は細長くとても柔らかい。彼女はそれを眠っている女性の子宮に穴を開け、胎児を吸い出すために使う。別の機会には、彼女はその美貌によって男を誘惑し、彼を人気のない場所に誘い込んで生きたまま食べる。 彼女は普通心臓をやい、肝臓といった内臓を好んで食べる。彼女が怪物の姿をしているときは、日光が致命的な弱点となる。夜明けの到来時にまだ半分に分かれたままでいると、彼女は滅ぼされる。言い伝えられているところでは、マナナンガルを滅ぼすためには、彼女が夜の狩りにあたって残しておいた下半身を探すべきとされる。 塩と灰とニンニクをその剥き出しの肉につけることで、上半身が再結合するのを防ぎ、日光に弱いままにしておくことができるという。また、塩と灰と生の米の小さな入れ物とゴムの燃える臭いが、マナナンガルが家に近づくのを防ぐと言われている。ネグロス島のバコロドの言い伝えでは、エイの尻尾を乾燥させたものを家に置いておくと、マナナンガルの侵入を防ぐと言われています。なお、 マレーシアではパナンガーリンズと呼ばれている。マナウル、モナルは鳥になった神話状の王である。彼は海と空との戦いを引き起こしたと信じられている。その海と空との衝突がフィリピン諸島を形作ったと言われる。マンククーラム、マンクキューラム、またはブルーハ、ブルーハ、スペイン語のブルーハから、魔女を意味するは魔女あるいは呪術師で人々に邪悪な呪いをかける。 男の呪術師の場合は、特にブルーホ、ブルー、スペイン語のブルーホから、ブルー派の男性系という。彼らは漫画がわい、漫画ガガウェイとも呼ばれる。彼らは黒魔術を使う。マンババランとマンククーラムとの違いは、マンババランはその犠牲者に危害を加えるために、呪術の虫を使うという点にある。 これらの虫は呪文に続いて解き放たれ、標的を探してその皮膚に潜り込む。マリア・マキリン、マリア・マッケリング、または、マリアン・マキリン、マリアン・マッケリングは、ラグナ州の旧火山、マキリンさんの頂上に住む妖精である。高等伝承は、マキリンさんがかつて城で、マリア・マキリンは、人間の男と恋に落ちた王女だったと述べている。 ムルト、ムルトは、幽霊を表すタガログ語で、スペイン語で、死者を意味する、ムエトに由来する。迷信深い、フィリピン人は、しばしば彼らの亡くなった親族の霊魂である、ある種のムルトは、定期的に彼らの元を訪れると信じている。ヌーノサプンソ、ヌーノサプンソ、直訳すると、塚のゴブリンは、不可思議な土の塊、蟻塚に住むゴブリン、またはエルフである。 彼らは、その住居に足を踏み入れる人間に、幸運も不運も与えることができる。迷信深い、フィリピン人は使う通り過ぎるとき、たびたびポート行って、そこに住むのの許可を求める。人のかかる奇妙で突発的な病が時に、縫うのに原因があると考えられることがある。パサトサト、パッセトサトは、サス、ツースタブを意味するパンガシナン語のサトサトを語源としている。 第二次世界大戦で殺された人々の幽霊である。当時棺はとても高価だったので、死者の家族は遺体を足の敷物で包んだ。そして遺体は墓地ではない場所に葬られた。非常に貧しかった当時、墓嵐が横行していたためである。この幽霊は普通寂しげな道に現れて通行人の邪魔をする。これから逃れるためには足の敷物を刺して、 ここからパッセトサットと名付けられた、それを広げる必要がある。不肉のような不快な匂いがするが、中には遺体は入っていない。サンテルモ、サンテイルモ、またはサントエルモ、サントエルモは多くのフィリピン人に目撃されている火の玉で、特にシエラマドレ山脈での目撃が多い。科学的には電線から放出された電場だと説明される。しかし、その目撃例は、 スペイン時代、1500S-1800S から報告されている。また、アルプス山脈やヒマラヤ山脈でも目撃されている、セントエルモの火及び、ビルオーイスプも参照。サリマノック、サリマノックは、神話上の魔法の鳥で、それを捕まえた人に幸運をもたらすと言われている。マガウル、マゴルとして知られるサリマノックは、マラカスと、 マガンダの伝説に結びけられている。マガウルはマラカスとマガンダの生まれた竹をつっついたサリマノックである。シレーナ、シレナはマーメイドで人間の上半身と歌詞の代わりに魚の王を持つ海の生き物である。彼女たちは漁師や旅人を引きつける。報告によればシレーナは漁師たちによって陸からしばしば目撃されており、特に 太平洋岸の町で多い。諸子セオッコイはマーマンで、人間の形と鱗に覆われた体を持つ海の生き物である。男性の司令名に相当する。このフィリピンのマーマンの歌詞は、魚の尾であることも、鱗に覆われた足と水かきのある足であることもある。彼らは長く緑色の触手を持っていることもある。彼らは人間を食料とするために海に引きずり込む。 ショコイはエラを持ち、茶色か緑色で、魚のそれのような鱗を持つ。ティクバラン、ティクベロング、またはティグバラン、ティベレルングは、犯人半馬の悪魔的な馬である。彼は、馬の頭に、人の胴体、そして馬の足を持つ。人間の女をレープするために夜に徘徊する。被害に遭った女性はさらに、ティクバランを産むことになる。彼らは、 また特に産地や森で旅人を迷わせるとも信じられている。ティクバランは人々に対しいたずらをするのも好きで普通は人間に本当ではないことを想像させる。また時に人間を発狂させることもある。言い伝えによればお天気が降っている時はティクバランが結婚式を挙げていると考えられる。馬がフィリピン諸島に到来したのはスペインの進出寺であるため、よって フィリピンで馬表す言葉はスペイン語からの借用語カバヨである。犯人犯馬の生き物のイメージは原住民によるを恐れさせるためにコンキスタドーレスによって広められたという説がある。ティクバランは実は日本の天狗のような犯人犯徴の生き物であると主張する物語もある。チャナック、チャーニック、またはインパクト、インパクトは 洗霊式に預かる前に死亡した赤子である。死後、彼らは未受膳の死者が赴く地獄の一室であるリンボとして知られる場所に行き邪悪な霊に変身する。こうした幽霊は少女を食べるためにゴブリンの姿で人間の世界に戻る。チャナックは悪魔と人の子供であることもある。また、その母親に復讐するためにやってきた中絶された胎児であることもある。 多くのチャナックは森に住むといられる。チャナックが人間を見つけると、普通の赤子のように見える姿に変身する。人がそれに気づきよく見ようと近づくと、チャナックは、その本来の姿に戻り、犠牲者を餌食にする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。